さあ始まりました将棋バーチャンネルということで、今回見ていくのは第37期竜王戦7番勝負の第1局となります。さあタイトル防衛を狙う藤井聡太竜王、そしてタイトル戦初ということでね、初挑戦する佐々木勇気八段。さあこれは注目の対局で、あの藤井聡太伝説のね、デビューからの29連勝、30連勝を止めたのも佐々木勇気先生ということでしたが、さあね、今度は立場がね、藤井聡太竜王、タイトル防衛を狙うということで、それに挑戦する佐々木勇気八段。振り駒の結果、先手は藤井聡太竜王となりました。では、早速見ていきたいと思います。初手は2六歩。そして8四歩。2五歩に8五歩ですね。さあ、そしてここの次の一手で先手の藤井聡太竜王の目指す作戦というのがわかるんですが、本譜は7六歩として角換わりを目指していきますね。まあ、変えて角道を開けないで7八金であれば相掛かりのような出だしということで、まあ、このね、まあ、5手目で大体手数で戦型というのが予想はできてくると。対するこれに対しては後手は3二金としていき、7七角、そして3四歩と、まあ、角交換を挑んでいくということですね。6八銀に対して7七角成と角交換をしていき、同銀。これで戦型は角換わりということになりますね。さあ、ここから駒組み2二銀と増していくということですね。そして1六歩と、まあ、端を打診していきます。まあ、ちなみになんですけれども、まあ、ここね、3三地点が飛車先交換できるんじゃないかというのはね、まあ、一つ思われる方いると思うんですけれども、3五角というね、やはりこういった飛車とこの角成りがね、あるので、まあ、飛車先の交換はできないよというように、まあね、こういう風なのは初心者のうちに学ぶところですけれども、まあ、級位者にもわかるように、あえてね、今回は2四歩はいけないよというところを説明して、本譜は1六歩ということですね。さあ、そして9四歩。9六歩と端を突く手に対して1四歩と、まあ、これでお互い端を突き合う形ということになります。さあ、ここからは7八金と増していき、3三銀と、3八銀に6二銀。まあ、この右側の銀をどのように使っていくのかで、角換わりの戦型の性格というのが出てくるんですが、4六歩、7四歩、そして4七銀と、まあ、銀を中央に使っていく腰掛け銀模様になりそうですね。そして6四歩に対して3六歩。7三桂馬に6八玉。6三銀と、後手も銀は中央に使う格好ですね。3七桂馬に対して4二玉。4八金に6二金としていき、5六銀とね、まあ、腰掛けていくと。さあ、そしてここで佐々木勇気八段が、本譜は6五歩と、まあ、6筋の位を取ってきましたね。まあ、よくある形としてはね、まあ、形だけ作ると、まあ、飛車を引いていって、まあ、お互いにね、腰掛けていって、下段飛車に4八金。まあ、こちらもね、下段飛車に6二金型で、相腰掛け銀。というように、バランスのいい格好が、まあ、よく出てくる格好ではあるんですけれども、本譜はね、まあ、違う形を選んできましたね。6五歩と、まあ、位を取ってくるというのが、佐々木勇気八段の、まあ、この対局に持ってきた後手番の作戦ということでしょうね。もちろん、藤井聡太竜王、角換わりに対してはいろんな形、まあ、勉強されてますから、まあ、この辺りも指し方というのは、もちろん研究の範囲にあるかと思いますが、本譜は2九飛車と引いて、後手も8一飛車と、まあ、下段飛車ですね。バランスのいい格好にして、早速、ここで6六歩と、まあ、反発するということですね。さあ、歩がね、ぶつかって戦いが起きるということになります。
さあ、6六歩に対しては同歩ともちろん取っていくんですが、ここで同銀とね、まあこれで銀を打たしていくと。それに対しては後手もここで5四銀と出てくるということですね。まあ変えて8六歩などもある手ですけれども、まあ佐々木勇気八段は、まあこの5四銀型で勝負と。本譜は5八玉とね、まあ王様を戦いに、の場から離れると。同時に、場合によってはね、6九飛車と回っていく手ですね。まあ、この6二金がちょっと浮いているので、まあ、いきなり飛車をね、こう持っていく手は破壊力のある攻め筋にあるので、王様を安全地帯にしつつも、飛車をグインと回る手も見せていくと。さあ、後手はここで3五歩とね、まあ、ここで桂頭をついてくるということですけれども、これに対しても、同歩とね、まあ、応じていくということで、まあ、桂頭は空いているんですが、まあ、現状はね、すぐ歩を打たれても、特に、桂馬跳ねれるので、まあ、問題はないということですが、まあ、3五歩、同歩に対して、本譜は4四銀とね、まあ、歩を突き捨ててから、こちらも銀を繰り出していき、まあ、3五の歩を銀で取っていくぞ、という狙いを見せていきますね。本譜は4七銀と、まあ、引いて、まあ、桂頭を、まあ、銀で手堅く守っていくんですが、3五銀に対して3六歩と、まあ、これで追い返しておいて、4四銀。そして2四歩、同歩、同飛車とね、まあ、これで走っていくというところですね。さあ、2三歩と、まあ、丁寧に受けて、2九飛車と引いていきます。そして後手も8六歩、同歩、同飛車とね、まあ、走っていきまして、さあこれに対して先手の藤井聡太竜王、本譜は6七歩とね、まあ、8七じゃなかったということですね。まあ8七に打つのは非常に、まあ一見普通の手にはなるんですけどもね、まあこの後の狙いとして、まあ桂頭をね、攻めるにしても王様の小瓶が空いていると、いうところもね、少し気にかかるというところもあります。まあ、なので、まあ、この8七歩を打たずに6七歩というふうに、あえてこちらから守っていって、まあ、この桂馬はね、飛車が、下段にいる飛車が守っているし、金がいるので、まあ、相手の飛車になることはできないということになります。まあ、このあたりの詳しい変化はね、まあ、解説動画上げております。概要欄にリンク貼っておりますので、よろしければそちらもご覧ください。本譜は、6七歩と、まあ、先手は自陣の傷を消したわけですけれども、それに対して、後手も3四歩とね、まあ、こちらも非常にね、まあ、渋いってですね、まあ、自陣の傷を消していくと、まあ、ここの歩がないと、まあ、ここにね、まあ、角とか銀とか打たれると、2筋の突破あったり、将来的にはね、桂馬とかが手に入ってしまえば、2二歩同金から3四桂馬とかね、まあ、いろんな攻め筋の傷になると、いう判断なんでしょうね。まあ、ここで3四歩と、まあ、傷を、お互い自陣の傷を消し合うことで、まあ、局面がね、まだまだじっくりと指していこうというような、お互いの呼吸が見て取れます。さあ、本譜はここで5六歩と、まあ、歩を伸ばしていくと、やはり8筋はね、もう打たないということで、まあ、攻めてこられても大丈夫ということですね。まあ、こういう角打ちなどもあるんですけれども、まあ、このあたりもね、すべてカバーしてあるということで、まあ、本譜は6三銀と、まあ、銀をね、まあ、引いて、先に陣形を立て直すと。まあ、後手番なので、まあ、無理して攻めずに、先手から動いてくるところをうまく狙っていければ、そして先手がね、まあ、手詰まりになってしまうようでは、千日手となるので、後手番としては大歓迎ですからね。さあ、ここからどのように手を作っていくのかというところで、4五歩と、まあ、ついていったところで、1日目が終了となったわけです。まあね、このあたりで、まあ、ここで封じ手となったわけなんですけれども、まあ、封じ手としてはね、まあ、予想通りでしたね。封じ手は3三銀と、まあ、引く一手、まあ、銀取られるので、まあ、そしてこの後の展開をおそらく読んでいたと思います。さあ、ここから2日目ということで、早速見ていきましょう。本譜は、この3三銀の後に、9五歩から動いていくという手を選んできました。
まあ、このあたりは一日中考えられるということでしたので、まあ、どこまで変化を読んでいったのかは非常にね、まあ、見応えがあるところですけれども、この端歩の狙いとしては、仮に同歩と、まあ、取ってくれたんならば、まあ、端からね、まあ、歩を叩いていけば、9二歩同香、9三歩同香として7一角というね、まあ、両取りがありますよというね、狙いがあります。なので、この9五歩は取らずに、本譜は8八歩と、まあ、ここでね、歩を使っていきますね。まあ、桂取りにはなるんですけれども、もし仮にここで桂馬を逃げていくようだと、まあ、この7七地点が埋まったので、8七角とね、まあ、被さっていって、で、まあ、これで無理やり飛車先を突破していこうということですね。まあ、取ってなると。まあ、これは後手としては成功するし、かといってね、金がもう逃げるとしたらこちらなんですが、7六になれるので、まあ、これは7七桂馬を咎めに行く後手の攻めがね、刺さると。なので、この本譜の8八歩に対しては、桂馬を逃げるんではなくて、7七銀とね、まあ、引きつけることによって、飛車と歩の両取りにしますよというように対処しますね。そして8一飛車と引く手に対して8八銀と、まあ、歩を取り切るということです。まあ、後手としても6六にいた銀をここまでバックさせているということで、まあ、そして歩は取られたんですけども、まあ、本譜はここで9五歩とね、まあ、手を戻して、まあ、歩を取り返すということになりますので、さあ、ここでね、ただ先手の手番ということになります。さあ、この局面で放った一手というのが、こちらの6六角ということで、まあ、非常に左右にね、効いていて、まあ、わかりやすく狙いとしては、歩があるので、9二歩同香、9三歩と、釣り上げておけば、角で取れますよというね、わかりやすい狙いが、まず一つ残っていると。さあ、なので、ここで後手は、7五歩とね、まあ、角道を止めに行きます。同角と取るんですが、そして7四銀と、まあ、角にアタックをしていきますね。さあ、そして5七角とね、やはり一番下まで引くのがいいところで、これ以上角を追うのが難しいということになります。さあ、なので、まあ、後手としてはね、非常に忙しい局面なんですが、ここで8七歩とね、まあ、後手もなんとか攻めの味をつけていくと。まあ、この歩の叩き、狙いとしてはですね、まあ、飛車先を通っているので、仮に同銀と、まあ、取ってくるならば、8六歩からね、ガンガンと攻めていくぞということですね。まあ、一例としては、銀は引くんですけれども、まあ、9六角とね、まあ、香車の影になったので、まあ、これで金を狙っていけば、まあ、8七地点にね、数が足されると。なので、かわすとしたらこちらに行って頑張ることはできるんですけれども、まあ、ここでね、まあ、さらに6五銀と攻めに出てくるような手がありますよね。まあ、間違ってもね、まあ、この角が効いているので、8七歩から急いでね、攻めに行ってしまうと、歩の連打ということで、先手、歩がたくさんあるので、これはね、うまく角を使って、飛車先を止められてしまうので、まあ、すぐ急いで攻めるのはできないんですが、まあね、この銀でぐっと力を貯めて攻めに行くというようなところでね、まあ、これで後手としても攻め味を残すような狙いっていうのが隠されているのが、この歩の叩きですね。本譜。で、本譜はなので、まあ取らずにということで、7九にね、引くというのが大事でして、まあ一番下まで結局、6六にいた銀引いてしまうんですけれども、まあ形よくね、上に行こうとするとやはり桂馬が跳ねてきて両取りになりますからね。まあ、なので、本譜は7九銀と、まあ、下まで引いていくということですね。さあ、こうなってくると、まあ、角が効いているので、まあ、歩の連打でこれ以上攻めることが難しいので、まあ、ここで後手としては、2を角とね、まあ、これで角を合わせていって、まあ、角を消しに行くという手段を選んでいきます。まあ、非常に先手の角働いてましたからね。放っておくと香車釣り上げられて取られそうだし、無理やり攻めていっても歩の連打で飛車先も止められるということで、角でね、まあうまく角交換に挑むと。まあうっかりね、銀とかで交換を拒否してしまうと、これはね、後手のラッキーということでね、まあいきなり桂馬跳ねてきて、
まあ、この銀の紐を支えるためにはこちらのラインに逃げるしかないんですけど、まあ、すかさずね、7七からどんどん攻められていくと、このね、取る駒がないんですよね。同金で取れば8八歩成と、まあ、飛車先を生かして なってしまうし、まあ、かといって同角と、まあ、取ってしまうとこの銀がね、取られるよ、というようなね。まあ、なので、この2四角に、まあ、こうね、角交換を拒否するようだと、後手の罠ということになりますので、まあ、本譜は、堂々と2四に同角とね、まあ、角交換をしていきます。さあ、そして、同歩に対して、まあ、ここでね、歩が伸びたので、それをうまく咎めるように2五歩とね、まあ、合わせていきます。まあ、うまく相手の手に乗って、まあ、咎めると言いますか、自分の手のね、駒を伸ばしていくというね、まあ、これは藤井聡太スタイルと言いますか、非常に味のいい攻め方ということですね。さあ、2五歩と歩を繋いでいくんですが、同歩。そしてね、まあ、すぐに桂馬を跳ねるんではなくて、一本ここで9二歩とね、まあ、右に左にと盤面をね、まあ、広く使って攻めの味をつけていきますね。同香。そして9三歩と、まあ、さらに叩いて同香。そして、また、6六角打ちということでね。まあ、これは非常に香取りというところと、2五桂をね、まあ、将来的に見せていって、まあ、非常に気持ちいい角を、また再度、まあ、いい場所に放っていくということですね。まあ、これで、先手の藤井聡太竜王、攻めとしては非常にね、まあ、気持ちよく攻めているんですけれども、まだね、具体的に何か、駒を取ったとか、そういう成果はないので、一歩でもね、まあバランスを崩してしまうと、たちまち逆転にあってしまいますから、ここは佐々木勇気八段もね、まあ辛抱しておいてというところでしょうか。本譜は7五歩と、まずはね、香取りを受けていくというところですけれども、ここで2五桂とね、まあ跳ねていってというところです。まあこのね、角のラインが効いてるので、銀は2二銀と引いていくんですが、そこですかさず2三歩とね、まあ、歩を使って叩いてこの銀の位置をずらそうと。そうすることでこのね、1一角成ができますよということですね。さあ非常に厳しい攻めが刺さってはいくんですけれども、まあ、本譜はね、まあ、これは仕方ないということ、同銀と取りましたね。というのも同金と取ってしまうと最後の一歩があるので、2四歩とね、叩いてしまうと金の行き場所がなくなりますからね。桂馬が効いて横行けない。取ると銀の紐が外れると。なので2三歩はね、金ではなくて同銀と取っていくわけですけれども、まあ、ここでね、急いで1一角成とせずに、1本8二歩と本譜は叩いていきます。というのも、まあ、1一角成すると、まあ、桂馬が跳ねるとね、まあ、下の横撃で馬に当たるというのがあるので、まあ、これで仮に同飛車とね、取ってくれると、まあ、下段飛車がいなくなるので、まあ、これで1一角成はね、しやすいと。なので本譜、この8二歩は取らずに、7一飛車とね、まあ、かわしていくというところです。そして、さらに7五歩とね、まあ、歩を回収しながら銀取り。まあ、それでこの銀をどうするんですかというようなところではあるんですけれども、この瞬間に後手も、2、8、歩とね、まあギリギリのところで歩を叩いていくということです。これも似たような狙いで、もし叩くと、このね、飛車のポジションが下段じゃなくなるので、この斜めのラインですね。まあ、このようにして、まあ飛車取りを狙っていって、もし引いてくれればもう一発叩いて、まあ飛車先を止めに行くというような狙いもあります。まあなので、本譜、先手も2、8、歩叩かれるんですが、3九飛車とね、まあ、今度はかわしていくと。まあ、こちら2筋止められても3筋でね、まだ攻めに使えるということですね。さあ、そして銀取りが残っている状況ですから、まあ、後手はぐいっと6五に出ていきます。まあ、これで、まあ、角にアタックということですね。まあ、ちょっと桂馬が一瞬使いづらくはなるんですけれども、引いて使ってしまうと、7四歩とね、伸ばされた手がこの香取りになってくるというように、まあ非常に角が働いてきますから、まあここは7五歩で壁を作らせている状態で本譜はね、ぐいっと銀を出していくと。さあ、そして、まあ1一角成と、
まあ、待望の香車当たるんですけれども、まあ、後手もね、1段目の下段飛車で耐えていたので、1三桂とね、まあ、これで勝負ですね。まあ、この飛車の横利きを通して、馬取りに見せていくというところです。さあ、馬を逃げるかどうかというところですけれども、もしこれで馬をね、まあ、逃げていくということであれば、2ごとね、まあ、取れるよというような流れになるんですが、ここで藤井聡太竜を踏み込んできました。本譜は、馬を捨てて、1、3、同、桂成と、まあ、桂馬で取っていきましたね。となると、いよいよね、相手への狙いが、大駒を捨てていくということですから、目処が立っているということでしょうか。本譜は1一飛車と馬を取るんですけれども、2三成桂と銀を剥がしていき、同金。そして非常に厳しい歩の裏から打つ2七香とね、まあ、放っていきましたね。いや、この金取りが非常に受けにくいということになって攻めがね、気持ちよく刺さっていったというところです。さあ、この後はどういう風になっていくのか、早速続けてみていきましょう。さあ、非常に厳しい強打ちということですけれども、これはね、金が歩で受けることができないと。というのも、歩を成り捨てたとして、これ同飛車と取られてしまうと、やっぱ飛車と香車のロケットに結果的になりますからね、歩を打っても走ってくるということになるので、この強打ちね、まあ、金逃げるしかないということなんですが、こちらに逃げていくと、まあ、2二銀と打たれて割り打ちですよね。飛車を逃げても金を取った手が王手ということになりますから、本譜はこちら1三に逃げていきましたね。まあ、こちらだと、まあ、仮に銀を打ってきても、まあ、飛車をね、逃げた時に1三で取られるので、まだ王様から離れて取ってくると。まあ、これで1手稼げるということになるので、まあ、これはギリギリの頑張りということになるんですが、この2七香と、そして1三金と交換を入れてから、藤井聡太竜をここで7四歩とね、いやー、右を決めたら次は左からと、やはり左右強撃で王様を寄せていくということですね。まあ非常に厳しい攻めが入ってくるということです。まあこれはね、ヤフー、まあ銀で取れるんですけど、この銀をね、取ってしまうと、相手の王様への脅威がなくなるので、まあ、こうなればね、2二銀も間に合ってくると、先手玉不安がないので、まあ、これで間に合わせますよ、ということになるので、本譜はここで勝負に出てきましたね。この7四歩を無視して、6六歩とね、打って王様の小瓶を開けて、この6五にいる銀を拠点に、まあ、攻め合いに持ち込んでいきました。さあ、しかしこの攻め合いの領域となると、藤井聡太竜王のお箱ですからね、本譜は7三歩成と踏み込んでいき、6七歩成、これが王手なので、同金なんですけれども、ここでね、6六歩と、まあ、歩を打ってね、まあ、拠点を作ってくるということで、まあ、これに対してどうするのかということでしたが、やはりここでね、あっさりと藤井聡太竜を読み切りましたね。本譜は受けずに6二ととね、まあ、金を剥がしていって、まあ、これで勝負を決めに行ったということです。いや、一見この歩成りが王手で怖いんですけど、それは大丈夫と言っているんですね。そしてね、まあ、気づけばこの7四歩からのね、と金で、右から強者、左からと金と、相手の王様を強撃体制に持っていきます。本譜は6七歩成と、まあ、王手をしながらね、と金で金を剥がしていくんですが、4九玉とね、まあ、かわしていって、これで、まあ、詰めろが来ないですと言ってますね。まあ、なので、この王様、まあ、次はね、まあ、詰めろをかければ大丈夫。そして自玉はまだ詰めろがかからないということで、まあ、こういう風にして終盤勝っていくんだということでしたね。さあ、しかし、佐々木勇気八段もただでは転びません。本譜はここで2五桂馬とね、まあ、一見強者のところただなんですけれども、まあ、このようにして勝負手を放っていきます。まあ、この手の意味というのは、まあ、先手からの2五桂打ちを防ぐということですね。というのは、例えば6六角のような手がね、まあ、これがね、
詰めろになってればいいんですけど、これ実は詰めろになってないんですよ。なので、先手から2五桂と抑えられると、まあ、角の利きはあるんですけどね、まあ、結果的に詰まされてくるので、まあ、このようにやって攻めていきたいんですけれども、2五桂馬を打たれると自玉が持たないと、まあ、このね、スパークはできるんですけども、この先手玉詰まないので、6六角が詰めろにならないんですよね。まあ、なので、詰めろにならないのであれば、先手から詰めろがかけられて負けと。なので、本譜はね、まあ、2五桂馬と、まあ、敵の打ちたいところに打てということですね。まあ、最後の勝負手を放ってきました。いや、このあたりもね、さすがでしたね。まあ、これを仮に同香と取れば、2五地点埋まります。そして2筋がね、空間空くので、もしかしたら勝負手のような2七角とかを狙っていたかもしれませんね。まあ、この角ね、一見、角の王手、何でもないように見て、受け方間違えると、一気に先手負けるという変化に陥るというね、まあ、恐怖の角があるんですよね。ふわっとね、金とかを寄ってしまうと、まあ、これはね、すかさず6六角のような手が飛んできて、角取れないですからね。相手金持っている、取ると頭に金と打たれますから、まあ、非常に王手、これでね、一気に形勢が逆転してしまうようなところになってくるということだし、まあ、銀とかでね、まあやっていくと、ここでね、まあ非常に怖い、4七角みたいなね、本当にゴリゴリと攻めてくる手があって、これもね、受け方間違えると一気に危ないですからね。まあなので、まあこの手はね、まあ実際は駒を使って受ければ、まあ実際は大丈夫なんですけれども、まあそういったね、勝負手も隠されているので、この2号桂打ちは、まあ同香とね、まあ、取ると空間が空くので、まあ佐々木幸八段、先手に2号桂を打たせないとともに、同香と取れば2七地点空間空くぞというところでしたが、それすら上回るのが藤井聡太竜王でしたね。ここでの次の一手というのがこちら、1七桂打ちとね、いやー、桂馬を合わせてくるというところでしたね。いや、これにはね、解説の方も驚きでした。あくまで2号桂馬を狙うというところで、まあ、桂馬を合わされると、ちょっとね、もう後手としてはこれ以上やりようがないと。というのも先ほど言った通り、これがね、詰めろになってないので、まあ、手順に桂馬を跳ねれば同じ局面になって、まあ、この後手玉は次詰まされるけど、先手玉は詰まされないということで、勝ちになってくると。いうことの、この1七桂馬の返し技でね、まあ、技ありというところでしたね。本譜は同桂なりと、まあ、取るしかないんですけれども、ここでね、まあ、2五桂と打たずに、本譜はね、三三金と、まあ、スピードアップをさせていきました。そしてこの手を見て、佐々木幸八段の投了ということですね。いや、非常に綺麗な勝ち方というところでしたね。まあ、投了図鑑、簡単に見ていきましょう。まあ、これはね、まあ、逃げると詰むので、銀ありますか、詰んでしまいますので、まあ、取るしかないんですけども、そして2五桂とね、打っていくということです。まあ、この手、まあ、2筋方面に逃げていくと、まあ、この香車が生きてますからね、2筋方面だと1三桂成という空き王手が炸裂してきてしまいますので、まあ、これはね、一気に詰まされる格好ですよね。まあ、どう逃げたとしても、寄っていって金までと。いうように、まあ、あっという間に詰まされるということになりますから、詰まないように逃げるならば、下に下がっていく、まあ、香車の利きのない方に逃げるしかないんですけれども、まあ、銀を打ってですね。で、引いたところに1三桂成と金を取れば、まあ、これで後手玉にはね、まあ、頭金までの詰み、そして先手玉が詰まないということで、まあ、見事にね、まあ、このような勝ち方が見えている。なので、本譜のこの3三金と打たれたところで投了となりましたね。いや、ということでね、やはり藤井聡太竜王、竜王戦に関しては、やはり角換わりの先手番落とすことなく、そして終盤にね、まあ、佐々木八段も非常に素晴らしく粘り強く指していて、逆転のね、可能性も下がっていたんですけども、それをね、やはり上回る藤井聡太竜王の素晴らしい終盤、踏み込みでしたね。非常に勉強になるような、攻め筋とかもありましたので、まあ、こちらの動画もね、まあ、今度はね、勉強になるような動画もどんどん上げていきたいと思います。ということで、まずは、竜王戦、藤井聡太竜王の1勝で幕開けということです。まあ、次は戦後入れ替えてということですから、先手番となる佐々木幸八段がどのような作戦で来るのか、そして藤井聡太竜王はどのような作戦を用意して迎え撃つのか、非常に楽しみがある竜王戦ということですね。
ということで、ちょっと動画は長くなりましたけどもね、これからもどんどん動画上げていきたいと思いますので、よろしければぜひともチャンネル登録、そして高評価していただけると励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。